大塚会長と私が入れ替わって、私、昨日も会見をしておりますので、まあ、昨日から今日にかけて、即断、私から新たな報告事項というのは特にございませんので、まあ、何かご質問があれば受けるという形でお願いしたいと思います。はい。すみません、共同の原口です。はい。今日は辺野古の住民投票が告示になりましたけれども、はいはい、これの受け止めはいかがですか。そうですね、まあ、本来は住民投票、まあ、これ当然の住民の権利ですし、まあ、これ県の条例に従ってということですから、そもそもその県一斉の住民投票に対して、まあ、一部の市町村が、まあ、難色を示し、やらないという方向を打ち出したということ自体が、私には大変違和感、まあ、住民のその政治参加の機会を奪うという意味では、大変違和感がありました、まあ、そういう中で、まあ、県も国の策として選択肢を増やして、ということで、まあ、なんとか県議会の了解、まあまあ、同意も一応得た、ただ、全会一致ではなかったんでね、まあ、いろいろありましたけれども、住民投票をやること自体は、私は大変、これはもう当然、やるべきだと思いますけれども、果たしてこういった住民投票の類のものに対して、まあ、賛成、反対、どちらとも言えない、どちらとも言えないという選択肢が入ったことによって、結果がどうなるのかなと、ちょっとそこは私は大変疑問ですし、まあ、知事は知事として、本当に苦渋のご判断だったと思いますけれども、まあ、本来はやっぱり賛否を問うための、まあ、住民の意思を問うための住民投票ですから、まあ、こういったそれぞれの自治体の首長、まあ、地方自治なんで、その口を挟む、まさに自治にわれわれが口を挟むのはおかしな話ですけれども、若干そこは首長として、まあ、自治体として、まさにこの住民参加、まあ、地方自治の本州はやっぱり住民参加ですからね、自治と住民参加というところの中で、少し私はこのもともとの入り口の対応については、大変懸念、疑問があるということ、ただやることに対しては、まず良かったなと思っています。この県民投票の結果っていうのに、はい、政府は拘束されるわけではないんですけれども、はい、結果に対して政府はどういうふうに対応するべきだと。当然、だって地元の意思を尊重すると、ここは何度もおっしゃられてますから、結果をきちんと重く受け止めて、しっかりとその声を尊重していただきたい、もし反対という声が多ければ、やはりこれは、しっかりと政府は立ち止まって、もう一度考え直してもらいたいと、私は強く思います。はい、他ありますか。フランス店の及川と申します、はい、昨日会見出てなかったので重複してしまうかもしれないんですが、はい、まあ、安倍首相が党大会で、はい、まあ、民主党政権を悪夢のようだと言ったことについてどうお考えでしょうか。そうですね、まあ、過去の政権に対して今になって相手を下げて自分たちをこう持ち上げるようなこの手法というのは一国の総理、まあ、総裁として私はありえないと思いますね。その時の政権がどうだったかという判断はまさに国民が有権者がされるものであって、今の与党が後になって、しかもですよ、一国の総理ですよ、一国の総理がその過去の政権に対して、あのような失礼な物言いをするというのは、私はもう本当に言語道断だと思いますね。わ、うん、はい、かりました。はい、はい、他ありますか。はい、では、なければ終わります。はい、お疲れ様でした。